はい、皆さん、こんにちは。Q さん TV です。今日の話は、体験告白、中国で起業、脱サラ決断編ということで、自分の過去の経験を少しご紹介したいと思っています。自己紹介ですけども、機械系エンジニアとして26年間のサラリーマンの生活の後、47歳で脱サラし、中国で健康食品の会社を起業。その後、ご縁により、タイに電力インフラ工場の建設及び運営を任され、2020年3月末に日本へ帰任。現在、再雇用中の身分の61歳です。今日は、体験告白、中国で起業、脱サラ決断編という話をしたいと思います。今から15年前、総合機械メーカーの材料部門の、製造部長、品質管理部長、生産子会社の社長という3つの役職を兼務していた、勤続26年目の47歳の最中ですね、中国で起業したいという思いにとらわれて、会社に辞表を出し、手持ち資金をかき集めて単身中国の、遼寧省瀋陽市に渡り、中国でのビジネスに挑戦した経緯をお話ししたいと思います。ビジネスの分野は、健康食品の輸入及び、イタリアンジェラートの製造卸業というものでした。当時、中国は13億人の大きな、消費マーケットとして注目を浴び始めていました。まだ世界の工場という位置づけには届いていませんでした。やはり勝負をするなら巨大な消費マーケットで、そして自分一人で、どこまでやれるのかを試してみたいという気持ちでいっぱいでした。会社を退職するまでには、会社の仕事は手を抜くわけにはいきませんので、平日は業務を精力的にこなし、週末に、富山空港から大連便に飛び乗り、大連から瀋陽までバスや列車に乗り、2泊3日で、大連と瀋陽の市場調査を約3ヶ月間続けました。会社での取引先で、当時付き合いのあった大連在住の、日本人の経営者の方に相談に乗ってもらって、事業計画を作成しました。当時の中国は不動産投資の、成金の富裕層が多く出現しており、中国共産党の方針により、東北三省の経済振興策が打ち出された時期でもありました。東北三省というのは、遼寧省、吉林省、黒竜江省、この3つです。この中の、遼寧省は、私の住む富山県と友好都市関係を締結していたので、大連にある県の事務所の所長さんも良き相談相手となってくれました。瀋陽市にターゲットを絞った理由は、中国共産党による、経済振興策がその当時活発だったということと、中国全土にわたる健康食品ブームの到来、そして先ほど言った富山県との友好都市関係にあったということでした。その遼寧省の省都が、瀋陽市です。冬はマイナス20度の極寒の土地でした。この極寒の瀋陽市で、勝負しようと決心しました。狙いの層は、富裕層及び中間層。市場調査の結果、健康食品に関しては、アメリカ製が人気でしたけども、2番手はやはりメイドインジャパンでした。とにかく健康食品はアメリカ製と日本製だと、中国人が口を揃えて言っていました。中国といえば中国漢方薬なんですけども、確かにその漢方薬の人気は確かにありましたけども、生活の欧米化に伴い、海外製に注目が集まったようです。安心安全、そしてまた、コマーシャルで流れる企業のイメージ、ブランドというものに中国人は惹かれていたようです。そこで、日本の扱う、その健康食品のメインは何にしようかと考えました。結果、当時自分も愛用していた愛媛県産のケールの青汁というものに狙いを定めていました。100%ケール、混じるものがないものの青汁ですね。しかし、輸入する場合には、信用してもらわないと代理店契約が結べません。中国総代理店になろうと思ってですね、そのためには、自分をアピールしてですね、その契約を勝ち取らなければならないと考え、
まあ、その会社がある愛媛は、まあ、なかなか日本から国内日帰りは厳しいので、まあ、東京で代理店をしている方を探し出して、ある週末東京へ通いました。愛媛の本社の社長とその東京の代理店の方は、まあ、日本国内での実演販売でよくご一緒されている機会が多く、まあ、そのうち中国の上海でも実演販売をするということだったので、その際にあなたも上海に来て、まあ、愛媛の社長と面談してはどうかと、まあ、東京の代理店の方に助言されたので、まあ、上海での実演販売の日程に合わせて、まあ、瀋陽から飛行機で上海へ飛びました。まあ、そういった経緯で、まあ、中国での、その輸入代理店契約を結んだ次第です。青汁とともに、まあ、イタリアンジェラートの製造卸販売を始めようと思ったのもいろいろと経緯があります。まあ、中国遼寧省瀋陽市、冬は極寒のマイナス20度の世界、夏は当然、日本と同じく暑いわけですけども、当時瀋陽市には、まあ、イタリアンジェラートというものは上陸していませんでした。まあ、大連に数店舗あっただけでしたので、まあ、商機はあると考えていました。まあ、当然上海にも数店舗その時はありました。ただ東北三省、中国東北三省では珍しい業態だったわけです。中国、東北三省での、まあ、中国人の生活スタイルは、夏はそれなりに暑い、まあ、冬は極寒のマイナス20度に至る寒さですけども、仕事があって、まあ、部屋の中にいる状態ですね、けども、その冬の部屋の中は、まあ、スチーム暖房で、着ているものはシャツとパンツで過ごせると、まあ、家族で冷たいアイスを食べるのがトレンドであるということが、出張で、3ヶ月行った市場調査で、分かってきた事実でした。まあ、中国で勝負するなら、まあ、なんちゃってアイスクリームでは長く戦えない、まあ、やるなら本物で勝負だと、まあ、新鮮な牛乳を使って、まあ、糖分を控えた健康志向のアイスクリーム、まあ、その上請けをいくジェラートマシンならイタリアのカルピジャーニ製のマシンだというふうにこう決まっていきました。まあ、カルピジャーニーというのは、まあ、ジェラートマシンという世界の中ではやはり、非常に有名なジェラートマシンのメーカーでした。まあ、ジェラートといえばやっぱりイタリアですね。イタリアといえばカルピジャーニというのが、その当時流行っていたキーワードでした。まあ、カルピジャーニ製のマシンで、そのジェラートを作っているところはどこか、まあ、製造のノウハウを学ばないとダメだというふうに考えたんですけども、同じ県のある牧場でそれを作っているということが分かりました。次はそこへ出向いて、まあ、ジェラートの製造方法を教えてほしいと何度も頭を下げに行きました。やはり日本での競合相手になることを嫌われていたので、いや、日本ではやりませんと、中国でやるので、まあ、競争相手にならないので、ぜひその製造方法を教えてほしいというふうに説明をして、まあ、そういう誓約書も書かせていただいて、新鮮な牛乳から作るイタリアンジェラートの、そのどう作るかという製造のノウハウを何とか教えてもらうことができました。さて、その製造マシンはどこから買うのかという段になりました。まあ、カルピジャーニの東京支店で、まあ、ジェラート店を新規開業したい人向けの講習会があるという情報をキャッチして、とある週末、1泊2日で、2回ほど東京へ出向いて、マシンの使い方、まあ、清掃とかメンテナンスの技術を習得しました。実際、マシンはどこから買ったかというと、カルピジャーニの上海支店がありましたので、買うことにしました。日本からの輸送コストとか、そのアフターサービスの面で、やはり中国国内から買って、中国国内のサービスを受けるということが、日本から買うよりもいいなというふうに判断しましたので、そのようにしました。まあ、現地で起業した私の新しい会社で扱う商品というものが、愛媛産のケール青汁と、まあ、新鮮な牛乳で作るイタリアンジェラートという2つの商品に決まったわけです。さて、瀋陽市内での会社設立を始めなければいけません。まあ、中国では会社を講師、社長を早慶にまた杜氏翔というふうに呼びます。
まあ、中国ビジネスに関しては、まあ、未だに自分の中でも頭の整理が、すっきりとついてない部分がありまして、まあ、自分の黒歴史、闇歴史とも未だに言えるかもしれません。いいこともありましたけども、まあ、かなり追い込まれた日々が続きました。まあ、結果的にですね、簡単に言うと収益の点で言えば、まあ、家族を養うだけの利益は出せましたが、まあ、投下した資金と回収という面で、資金回収ですね。そういう面では、まあ、最終的にはトントンという結果に終わりました。しかし、その後のタイでのビジネスを始めるにあたって、まあ、この中国での経験があったからこそ、タイビジネスをスタートさせ、軌道に乗せることができたのだというふうに思っています。まあそういう意味でも中国ビジネスの経験は私の人生にとって非常に、まあ、貴重な経験だったと言えます。さて、まあ中国ビジネスを始めたいと考えた経緯の中で、まあ当時働いていた勤続26年の会社を辞めるという決断に至った経緯を話したいと思います。ちょっと学生時代の話に戻るんですけど、まあちょっと飽きずに聞いてみてください。まあ地元の大学へ入ってからは、まあ体育会系のクラブに勧誘され入部しました。まあそのクラブは、まあ自動車部というものでした。まあ免許が地方試験で安く取れるぞという先輩の言葉に惹かれて入ったものの、まあ自動車部は体育会系に属していたために、まあ、学校での大学での講義が終わると、まあ部屋に、部室に行くと、まあいきなりランニングをさせられました。まあ自動車部とランニングはどんな関係があるのか理解できないまま、まあ一期生の時代を過ごしました。まあランニングの後は、まあ、クラブが保有する部車ですね、部の車を使っての、まあ、整備の訓練や、まあ、座学などがありました。まあその座学は、まあ構造講義といって、まあ車の構造を勉強するものでした。まあ、そうこうしているうちに、まあ、免許を取るために、まあ、先輩の運転する車で自動車教習所へ通う日々が始まりました。まあ、当時、自動車学校へ通って免許を取ると、まあ、10万から12万かかりますけども、まあ、私たちは地方試験で取るスタイルでした。まあ、学生でお金がないので、そういうスタイルを取りました。まあ、4万円程度で免許が取れるということで、まあ、安く取れるということで、まあ、貧乏学生はその手段を選んでいました。まあ、筆記試験の勉強は当然独学で、実技実習は大学の校内で先輩による指導でした。まあ、筆記試験に合格すると仮免での実技試験です。まあ、仮免の実技試験は運転教育センターで、まあ、自動車学校へ行っていた人たちと一緒に試験を受けました。まあ、仮免に合格したら本試験です。まあ、学科と実技の本試験も運転教育センターで行われ、まあ、それに受かって予約運転免許ゲットとなります。免許が取れると、北陸3県にある大学の自動車部が集まって、まあ、競技で争うイベントに参加するようになりました。まあ、大学2期生に突入した時代です。競技の名前はフィギュア競技とラリー競技という2つがありました。まあ、フィギュア競技とは決められた四角い枠の中に、まあ、入り口と出口が設けられて、いかに正確に、いかに早く、その線を踏まずに通過できるかというものを競うものです。まあ、ハンドル操作と、まあ、見えない線を見通す技術が必要とされました。軽音、普通車、トラック部門に分かれて競います。まあ、場所は、まあ、休日の自動車学校を借りてやりました。私自身は、3年間トラック部門に出場して、まあ、北陸地区で3連覇を果たしました。まあ、ラリー競技は、計算ラリーと言われるもので、まあ、渡されたコマ地図というものに従って、その地図の通りに走ります。また、指定された速度というものも設定されてましたので、コマ地図と指定された速度の指示によって、そのルートを走るということです。その地図には書いてないチェックポイントというのもありまして、そこを通過する時間の誤差がマイナスポイントになります。また交通ルールの遵守も特定に関係していて、例えば一旦停止の近くに隠れたチェックマンがいてですね、主催者側のチェックマンがいて、一旦停止しなかった場合はマイナスのポイントとなりました。まあ、各チェックポイントを設定された時間にいかに早く、いかに差がなく通過するか、まあ、交通ルールを守って運転するかの総合得点で競う競技です。
まあ、そのこうのしているうちに3期生となりました。まあ、先輩たちは卒論と就活に忙しい時期に突入したので、まあ、クラブの次期主将を決める段になりました。まあ、その頃の部のトップは、まあ、キャプテンではなく主将と呼ばれていました。なぜか私が次期主将を務めることになり、まあ、それなりのプレッシャーを感じながら部の運営を任されました。まあ、その頃中古の車を買って運転していたので、まあ、ガソリン代を調達するのに、まあ、いろいろなアルバイトを経験しました。まあ、喫茶店や、まあ、タイヤショップ、土方もやりました。またイベント会場の設営や家庭教師などもやりました。まあ、おのずと学業が少しおろそかになりましたけども、まあ、友人が代わって授業の出席をやってくれる代返、代わりに返事するというものに助けられました。まあ、試験が近づくと、まあ、授業があまり出てないので、まあ、授業内容が分かりませんので、まあ、これも、まあ、友人のノートをコピーさせてもらって、これは必死に勉強しました。部の運営には部活資金が必要です。まあ、部員のアルバイト先の会社へ行って、まあ、競技のパンフレットにあなたの会社の広告を載せたいので広告費を出してもらえないかというふうに頭を下げて回っていくのも私の仕事でした。まあ、このように大学時代に、まあ、組織のトップとして、まあ、人を動かすということがいかに難しくもあり、しかしまたイベントを終えた時の達成感が半端なく心地よいもので、まあ、これらを含めて、まあ、お山の大将になってチームを動かすということが面白いと思うようになったきっかけとなりました。まあ、良い思い出ばかりでもありませんでした。まあ、不慮の、部内の事故により後輩を亡くし、部の存続の危機にも遭いました。まあ、顧問の教授の力に頼り、部が廃部に至らなかった経緯も忘れられない思い出です。すいません、少し 前置きが長くなってしまいました。26年間辞めた会社を辞めた理由を話したいと思います。まあ、とにかく昼夜ともに忙しく働いて、まあ、お酒も好きだったのでよく飲んでいましたので、まあ、一言で言うと自身の健康の不安です。まあ、このままこの状態で働いたら、まあ、寿命が短いなというふうに、まあ、極端なこと言ったらもう早めに死んでしまうかなと思ったわけです。まあ、地元では結構大きな会社だったので、まあ、部門も多いし、まあ、社員数も多い会社でした。まあ、会社でもお山の大将になりたいというふうに思って同期を抜き去って出世頭になろうと頑張っていました。まあ、40歳になった頃からですね、頑張れば頑張っただけの肩書きがもらえましたし、まあ、給料もボーナスも増えていきました。まあ、しかし相変わらず健康診断の結果は悪い状態でした。まあ、仕事の忙しさがなくなるということはなかったです。ずっと毎日仕事は忙しかったです。まあ、そして46歳になったあたりで、まあ、自分の健康不安を意識し始めたわけです。まあ、確かに仕事は面白い。しかし会社は仕事を頑張る社員にさらに仕事を与えてくるなと、来るものだと考えるようになりました。まあ、そのことを考えるようになって、まあ、所属部門で、海外の設備を導入して新製品を作り出すというプロジェクトの責任者に任命されました。まあ、その設備はその設備を入れる建屋の建築も合わせて任されました。その設備は当時日本にはなかったので、まあ、そのメーカーはヨーロッパとアメリカにあったので、ヨーロッパとアメリカに行って設備を探す旅が始まりました。まあ、飛行機の窓から見える広々とした、まあ、大地を眺めながら、まあ、世界は広いなあと、まあ、狭い日本の一つの会社で、まあ、一生を得るなんてつまらない、そんな狭い世界で、まあ、小さなことをこまごまやって人生を終わりたくないという思いに駆られるようになりました。まあ、違った世界で全く違う仕事で小山の大将をやって自分の力というものを試してみたいという強い思いが湧いてきました。よし、このプロジェクトを終わったらこの会社を退職して自分で独立して起業しようと決断したのは、まあ、ドイツ向かう飛行機の中でした。まあ、そういう経過で、脱サラして中国で起業しようという思いになったという自分の経験談をお話しさせていただきました。まあ、この話が皆さんの参考になるかどうかは分かりませんけども、自分の実体験として、なかなか話す機会もなかったので YouTube で発信することにしました。
もしこの動画見られて、いいなと思われた時には、まあ、高評価、まあ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたこの空さん TV でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。